ニュースマグビです。母佳代さんの金銭トラブルについて28枚もの説明文書を公表した小室圭さん。しかし自身にとって不都合なことについては触れられることはありませんでした。地方公務員だった夫俊勝さんを2002年に亡くしている母佳代さんは相当額の遺族年金を受け取っているとされます。もしも新しいパートナーと再婚したり事実婚でも生計を一緒にしているならば役所に申告して遺族年金の受給資格をストップさせる必要があります。そうでない場合不正受給が疑われることになりますが、今回の文書では遺族年金に関しての説明は一切ありませんでした。ニュースマグビ